皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正隆です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて11月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。毎月後半号でお送りするこのコーナーでは、市内の注目の話題などシリーズでお伝えしています。今回は7月にリニューアルオープンしました千葉市美術館の1回目です。それではご覧ください。中央区中央にあります千葉市美術館にやってきました。この趣のある建物がひときわ目を引きますよね。さあではリニューアルされた魅力を体感しに伺います。こんにちは。こんにちは。さあ今回ご案内していただける千葉市美術館の磯野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはどんな美術館なのか簡単に教えていただけますか。はい、千葉市美術館は1995年11月3日に開館しました。今年で開館25周年になるんですけれども、それを記念して今年の7月に拡張リニューアルオープンをして、4階と5階に中国役所が入っていたんですけれども、そちらが移転して、そのスペースをですね、有効に活用して建物全体が美術館になりました。でこちらの建物なんかもちょっと有名なんですけども、昭和2年に作られた銀行建築で、旧川崎銀行千葉支店という建物なんですけれども、そちらの市内に残る数少ない戦前の建物なんですが、そういった建築をこの新しい美術館の建物で保存しているというような、ちょっと特徴的な建物になっているんですね。千葉市美術館といえばやはり鞘堂ホール、とても気になるんですけれども、どんなスペースなのか案内していただけますか。はい。わあ、広い。こちらが鞘堂ホールですか。はい。床が光ってますよ。数字が浮かんでます。もしかしてもうこれもアート作品。はい、この後ご紹介します、企画展の一部なんですけれども、宮島達夫さんというですね、LED のデジタルカウンターを使用した作品で、高く評価されている、世界で活躍する現代アーティストの方の、作品の一部をこちらでご紹介しています。普段は一体どんな場所なんでしょう。はい、普段の鞘堂ホールはネオルネサンス様式というですね、19世紀ヨーロッパで流行した、建築様式がありまして、そのネオルネサンス様式が、この建築に使われていて、そういったものが建築の特徴になっているんですね。確かに日本にいるとは思えない、その細かい装飾一つ一つ目を凝らしてみるのも面白いですね。はい、よくわかりました。さあ8階にやってきました。磯野さん、こちらでは企画展が行われているんですかね。はい、今は、宮島達夫クロニクル1995-2020という展覧会を開催しています。先ほど鞘堂ホールでもご紹介しました、宮島達夫さんなんですけれども、で今回はそちらの作品を広くご紹介する展覧会です。さあ展示室に入ってきました。鏡に数字が点滅していたり、いろんな色の数字が消えては浮かび、カウントダウンやらカウントアップやら、よく見ていただくと1から9ですとか9から1のようにカウントされていくんですけど、宮島さんはこの数字のカウントに、そのこの点滅しているカウントしている時は生きている、命、生命を意味していて、ゼロになって消えているときは、ある種の死ですとか、眠りみたいなものを込めてるんですね。命がこうどんどん続いていく、または一日がまた始まるのような、そういう命の繰り返しのようなものがこの数字に込められているんですね。なるほど。生きる時間だったり、そのスピードっていうのは人それぞれでバラバラだから、この映ってるカウントする速度も違いますもんね。そうなんです。いや、面白いです。さあ4階にやってきました。こちらはもともと中央区役所が入っていた場所ですよね。はい、主にリニューアルされた場所はこちらでしょうか。はい、こちらの4階と上の5階がもともと区役所だった場所で、こちらが区役所リニューアルで美術館のスペースとなった場所になります。なるほど。
面白そうな展示がありますが、こちらのスペースは、はい、こちらでは作りかけラボ遠藤美希子お話公演という展示をやっております。作りかけラボ、また面白そうなネーミングですね。どんな場所なんでしょう。はい、こちらはですね、アーティストとここに来場した人々が一緒になってこの空間を作っていく、その作っている状態がずっと続いていくので、作りかけラボという名前になっています。いつ来ても全く違う表情を見ることができる場所ということなんですね。はい、いや皆さん、今後の作りかけラボの様子にも期待です。もっと知りたい千葉市美術館ということで、館内にあるショップにやってきました。今回は千葉市美術館ならではのお土産をご紹介していきます。では磯野さん、ご案内よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず全体的にどんなショップなのか教えてもらえますか。はい、こちらでは美術館や展覧会のオリジナルグッズ、もしくは、アートにまつわるような商品ですね、あとは本ですとか、図録なんかをこちらで販売しています。今回特におすすめのお土産はどちらでしょうか。はい、先ほどご覧いただいた宮島達夫邸のオリジナルグッズなんですけれども、ちょっと先ほどもご紹介した1から9の宮島さんの代名詞ともいえる数字をですね、モチーフにしたキーホルダーですね。アクリルなんですけど、はい、こういうキーリングでご自分のお好きな数字をこう組み合わせたりしてキーホルダーにできちゃいます。あ、面白い、はい、今日の思い出に買っていくと良さそうですね。そうですね、オリジナルのキーリングができちゃいます。皆さんはどの数字選びますか。はい、いや磯野さん、リニューアルした千葉市美術館、とても広々としていて、ゆっくりと作品を楽しむことができました。はい、ありがとうございます。ご来館の際にはですね、皆さんに手指のアルコール消毒ですとか、そういう新型コロナウイルスの感染拡大防止もご協力いただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、一体次回はどんなことをご案内していただけるんでしょうか。はい、新しくできた常設展示室などを中心にご案内したいと思います。皆さんもぜひお楽しみに。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね。リニューアルオープンした千葉市美術館、一つ一つの作品をよりゆったりとゆっくりと楽しめるようになっていました。続いてはこちら、千葉市政だより11月号からのお知らせです。感染者やその家族などに対する差別や誹謗中傷などは決してあってはなりません。一人一人が思いやりを持ち、安心して暮らせる街を目指すため、コロナ差別がゼロの街宣言を発出しました。宣言1、感染者や医療従事者などの人権を守ります。感染者や医療従事者などは守られるべき存在です。宣言2、風評被害を防ぎます。正しい知識・情報に基づき冷静な行動を。宣言3、思いやりの気持ちを持って安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。人を思いやる気持ちを忘れずに。皆さんのご協力をお願いします。習い事が 50% 割引で受講できます。ぜひこの機会に新しい習い事にチャレンジしてみませんか。期間は来年3月8日月曜日まで。ホームページまたはカタログから受講したい講座サービスを選び予約していただき、講座開催場所などで利用券を記入し、 50% 分の受講料をお支払いください。対象の講座サービスなど詳しくは千葉市習い事応援で検索してください。今回ご紹介した内容は千葉市政らより11月号に掲載されています。さて、次回12月前半号の放送では、12月1日発行の千葉市政らよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。